おもろい同盟っていうチャンネルを僕やってまして、そこにこの間しゅんくんっていう、まあ、高橋俊介さんっていう方に、まあ、ゲストで来てもらって、まあ、いろいろお話をさせてもらったんです。詳しくはおもろい同盟の方であったりとか、しゅんくんがやってる夜更けのほろ酔いラジオっていうところを見てもらえばありがたいんですけども、しゅんくんとこういろいろお話をさせてもらってて、しゅんくんめちゃくちゃ映画好きなんですよね。映画好きで映画詳しくて、で僕は映画というかサイレントフィルムを作ってる身でありながら、あまり普段映画を見ることがなくて、でしゅんくんにいろいろこうアドバイスをもらったんですよ。ああいうのはこうしたから、まだまだ映像的には荒削りやと思うみたいな言ってもらって、あやっぱ勉強せなあかんなって改めて思いましたね。はい、やっぱ僕自身映画好き、まあ好きでも嫌いでも正直どっちでもないんですけども、チャップリンであったりとか好きな映画のジャンルっていうのはやっぱあるんですよ。サイレントであったりとか、あと古い映画ですね。邦画は古い映画の方が好きです。菅原文太さんとか相川欽也さんがで出演していらっしゃったドラッグ野郎とかは僕の好きな旧車がいっぱい登場したりとか、あと乱闘シーンが多かったりとかが好きですね。不良が好きなんですよね。不良というかちょっと荒れてる人というか荒っぽい人が出演してるのがすごい好きでっていう感じですね。だからちょっと見たことない映画とかもチャレンジしてみようと思って、結構しゅんくんにこれは見た方がいい、これは見た方がいいっていうのをいろいろ教えてもらったんで、じゃんじゃん見ていこうと思ってます。なんかこの動画を見てくれた方の中でこの映画おすすめだよとかこの映画が面白かったよっていうのがあれば、コメント欄とかで教えてください。よろしくお願いします。